So, I watched that video that everybody else saw about how there's a lane game. I'll link it because even though everyone who probably likes Lane has probably seen it, but that's okay. And I immediately thought, "Oh, I wanna let's play this." Why? I don't know. I don't like watching let's plays. I don't really like watching streams either, but well, we're not streaming this because no thank you. But I think this would be a cool thing to have a let's play about. I think there's a couple around on the internet already. I'm not sure. I mean, whatever. But this is as far as I've gotten. I haven't started the game at all. I really like Lane a lot, and I haven't seen the anime in a few years, so I've probably forgotten a bunch. I'm thinking maybe I'll rewatch it though, either after I'm done with this or during it. I'm not sure yet. But we're not doing this all in one sitting anyway. So, let's see. There are a couple ways to play this, I think. Either with everything in order, which is on the site, or just naturally, just going through it. And I think that's how I'm gonna do it. If I miss anything, I can double check. But I hear it's pretty wacky. So, oh wow, I do not know what the controls are. Oh. Okay. Let's see here. That's the menu button. That's good to know. I'm gonna have to remember to save, because these games don't have autosave. I will probably forget. Yeah. Oh my god, what a circle.7月8日午後2時、2回目のセッション。はい、
お願いします。東子先生、こんにちは。こんにちは、レインちゃん。こんにちは。夏休みももうすぐ。楽しみだね。別に。今日はね、レインちゃんと一緒に簡単なゲームをしようと思って、これ持ってきたんだ。なーにそれ。お絵描きセット。レインちゃんは絵は好き？好きじゃない。多分。そう。残念。あ、じゃあね、丸バツって知ってる？知ってるけど、やりたくないよ。ごめんね。なんか先生外しちゃってるね。じゃあ、レインちゃんが何かやりたいことってある？もっとお話を聞かせてほしい。お話、何の話をすればいい？何でもいい。東子先生のこと。先生のこと、そうね、そんなに面白くないわよ。嫌？嫌じゃないよ。でもほら、先生は27年も生きちゃって、いっぱいお話があってね。すっごく昔のことから話すと長くなるのよ。それにそんなにすごい話もないけど。先生は何の先生なの？先生はそうだな。レインちゃんみたいに何か悩み事がある人の話を聞いて、こうしたら良くなるんじゃないかってアドバイスしたりする先生なの。わかる？やっぱり、そうなんだ。どうしたの？もし気分が悪くなったり、何か嫌なことがあったら正直に言って。先生も気をつけるけど。そう。そんなに深く考えなくていいのよ。リラックスして、先生と月一回こうして楽しくお話をするだけでいいの。うん。Toko's supposed to be a new counselor therapist, right? Because you can tell. Not that that's bad, but you can tell. Oh.それでは、お母さんはそちらの控室でお待ちください。レインちゃん、心配ないからね。さあ、そこに座って。ジュースかなんか飲むもの欲しい？そんなに緊張しなくてもいいのよ。そうだな。先生は喉が渇いたから紅茶を飲みたいんだけど、レインちゃんも付き合ってくれない？だって、先生だけ飲んでると変でしょ？ありがとう。それじゃあ何がいい？とりあえずいろいろあるけど。同じで。紅茶でいいの？わかった。じゃあちょっと待っててね。はい。お砂糖とミルクは自分で入れてね。はーい、どうぞ。まずまずかな。これね、アールグレイってお茶で、
先生はこの紅茶が大好きなの。アールグレイ？そう。紅茶にもね、種類があって、香りとか味とか違うものなの。美味しい？そうね。私にはいいかもしれないけど、レインちゃんにはどうかな。試しにちょっと飲んでみればいいのよ。もし美味しくなかったら、他のものにすればいいんだから。たけしさんと食事をした。私ったらしばらく会えなかったから、期間中のように喋っちゃった。少したけしさんびっくりしてた。だってゴールデンウィークも結局たけしさんは休めなかったから、全然会えなかったんだもん。少し拗ねてみようかと思ったけど、たけしさんの顔を見たら、嬉しくてついはしゃぎすぎちゃった。でも、嬉しそうにずっと笑って話を聞いてくれた。それと、もっと嬉しかったのは、試験合格のプレゼントに花束をくれたこと。やっぱり女は花をもらうと嬉しいのよね。ドライフラワーにでもしよっかな。ずーっとこのまま、この幸せが続くように。もうすぐバレンタインデー。バレンタインなんて日本人らしい儀式だけど、やっぱり気にしてしまう。たけしさんは、とうとう私の誕生日ですら会ってもくれなかった。誕生日から一週間も経って、家に花束だけが宅配便で送られてきたけど、電話の一本もくれない。もう、本当に嫌われたのかもしれないね。どうか。ダメかもしれないと思いつつ、チョコレートなんか作ったりして、どこまでバカなんだろう。でも、これが最後。それでもダメなら仕方がない。諦めよう。明日、たけしさんのデスクの引き出しに入れておきます。This game is so hard to navigate, even though that, no, that's the point. It's a chore. Thank you.
ね。コンピューター？友達？そんなこと考えたこともないよ。前にも同じこと聞いたじゃない？彼のホストの情報をミラーサイトに公開した。画像関係の拡張子はどうせ変な写真だから見なかったけど、テキストも気持ち悪かった。でも本当に彼が犯人だったのか不安になってきた。全然違う人の ID で、しかも別の持ち主のデータだったら、もう二度とこんなことをするのはやめよう。他人ができないことをできるのは気持ちがいい。私って変？こんなに気持ちがいいことなんて。今日でレインちゃんに会ったのは2回目。まっすぐな目で彼女に先生なんて呼ばれると少し嬉しくて顔が赤くなってしまった。レインちゃんにバレちゃったかな？先生なんて呼ばれたくらいで赤くなってるようじゃ。私もまだまだ新米カウンセラーだね。でも、レインちゃんに初めて会った時から感じている不思議なあの感覚は何なのだろう。あの目を見ていると、私自身を見透かされているような気分になる。あの大きな目の中に映る私は、頼りなく見えるのだろうか。それにしても、私がレインちゃんぐらいの頃って、あんなに落ち着いてたかな。一応、品がいいで通ってたから、大丈夫かな。でもほんと、彼女はとても落ち着き払っているように見える。12歳なんてまだ子供だと思っていたけれど、レインちゃんは大人びている気がする。まあ、最近の子供はみんなませてるっていうし、実際親戚の子とかも大人びたところもあるし、昔と今は違うのかも。あー、なんだか私おばさんみたいなこと言ってる。幻覚なんかに負けないで、レインちゃん。私がきっと直してみせるから。先生、先生。サバン症候群？私は病気なの？あなたがそうだと言ったわけじゃないのよ、レイン。ただ、そういう風な患者さんもいるってこと。私のことじゃないのに、どうしてそんなことを話すの？そうね。あなたのような子供は他に例がないから、かな。私は私だよ。他の誰でもなくって。そうね。ごめんなさい、レイン。どうしたの、レイン？どうして私をレインって呼ぶの？え？あなた、
誰？季節はもうすっかり春めいている。レインも今日から中学2年生。最近レインも幻覚が見えなくなって少し落ち着いたらしい。そのせいか少し明るくなった気がする。なんだか自分のカウンセリングがレインの治療になっているのか疑問に思う時がある。レインとはいろいろな話をしてきたけど、この短い期間にレインはものすごい速さで知識をつけてきた。時々カウンセリング中にドキッとするような鋭い質問をしてくることがある。まるで私の方がクライアントではないかと思ってしまう。少し気にしすぎかな。クライアントの症状が軽くなったんだからいいじゃない、瞳子。どうかしてるよ。どうぞ。どう？あれ、あんまり美味しくなかったみたいね。苦い？お砂糖入れる？じゃあミルクを入れたら苦味がなくなっていいかもしれないわ。それとも他のにする？牛乳は嫌い。そうなんだ。ごめんね、先生知らなかったから。じゃあなんかジュースでも持ってこようか。ごめんね。そうだね。先生も12歳の頃に紅茶なんて飲まなかったかも。紅茶には種類がいっぱいあるって言ったでしょ？私もダメなのはダメなの。もちろん飲めないわけじゃないけど、相性っていうか、単なる好き嫌いとか種類によって出ちゃうのよね。レンちゃんは好き嫌いは？あ、牛乳はなんで嫌いなの？お腹がゴロゴロするの。実はね、先生も昔そうだったの。だから学校の給食で牛乳が出るとね。今は大丈夫だけど。本当は好きなのに。お腹に優しい牛乳でもダメ？なんて牛乳？名前は忘れちゃったけど、お腹がゴロゴロしない牛乳もあるのよ。レンちゃんとか、昔の私のような子のためにね。お母さんに相談すればきっと探してくれるわよ。コンピューター？友達？そんなこと考えたこともないよ。前にも同じこと聞いたじゃない？I saw that one. Where is it?
今日の夕食は寂しかった。お父さんが長期の出張で外国に出かけるんだって。いきなり言われたからびっくりしちゃって何も言えなかった。2ヶ月ぐらいって言ってたけど、突然涙が出てきちゃって、ご飯が食べられなくなった。お父さんは心配そうな顔をして、私のことを抱きしめてくれた。明日、お母さんと一緒に空港までお見送り。今日、メールと一緒に送られてきたファイルをデコードしたら、赤ん坊の死体だった。送り主はわからないようになってたけど、あの悪趣味なゲームの作者なのかな。なんだかメールを開くのが怖い。でも、私はここから離れられない。少なくとも、中学に行って普通の生活になるまでは。中学に行ったら、いろいろ忙しくなるし、友達と遊んだりで、ネットに来なくなるかもしれないから、今のうちにいっぱい勉強しよう。入学式が近づいてきた。今度こそ私は変わる。楽しくて普通の中学生で部活なんてしちゃったり、あんまり同じクラスの子がいませんように。お母さんがお父さんと電話で話していた。私のことが心配？大丈夫だよ。安心してね、二人とも。久しぶりにまたあれが見えた。自己現像紙？それとも私の頭はどこかおかしいの？病気でも病気じゃなくても構わない。もうやめてほしい。 Middle school is like literally the worst. よくわかんなくなっちゃった。あの変な人が、うさぎさんの知り合いだって？僕に任せて、一切忘れてくれ。だって。悔しい。絶対復讐したい。泣き寝入りなんてしたくない。忘れたいことを全部忘れたい。嫌なこと。嫌な私。そんな魔法みたいなことできるの？ひどい。でも仕方ない。私の日記が読まれている。コピーされて FTP サイトにいやらしいタイトルをつけられて公開されていた。削除したけど、もう20人ぐらいの人が読んでいた。なんでこんなことになっちゃったんだろう。そうだよね。私ができることぐらい、向こうもできるもんね。しばらくネットに繋がんないようにして、様子を見たいけど、こうしている間にも
どこかのサイトにコピーされているかもしれない。検索エンジンと削除するロボットを今日中に作ってネットに流そう。でも相手が私の日記のバックアップを取っていたら、きっとあんな変な人だから絶対に取っている。悔しい。私だけじゃ勝てない。やっぱり私の力ってこんなもの。ウサギさんに相談しようかな。でもなんとかなるかな。彼のホストの情報をミラーサイトに公開した。画像関係の拡張子はどうせ変な写真。やっぱりそうだった。メール送ってから2時間もしないうちにバイナリメールが来た。ちょっと見てもいいかなって思ったけど、絶対変な写真だからデコードして完成させてからエンコードした。これであの人は二度とこんなことをしなくなる。Let me see that one. No. Fine. お父さんに買ってもらったナビに名前をつけた。レインって。もう一人の自分。たった一人の友達。でも、中学に行ったら、本当の友達を作るの。はじめが肝心？明るくすれば、嫌われないかな。Kids are mean. Thank you.
ーションも知ってるの？すごいわね、レイン。今度はレインにカウンセリングしてもらおうかな。言葉だけだよ。意味なんてよくわからない。どんなイメージ？神経が変になっておかしくなる病気？いい線いってるね。ひどい先生、もう教えてくれないの？違うのよ。本当にいい線いってるの。本当は神経症って体の原因がなくて、何かを怖がったり何かに脅迫されてるような気がすることで、ストレスを感じて病気になっちゃうものなの。心の中だけの病気？昔はそう考えられていたの。でも研究してみたら、自律神経系の不安定が伴うことが多くて、だから体の中の神経がおかしくなっているんじゃないかって考えもあるの。体にも影響が出るものを心身症って言って区別していたんだけど、そうじゃないって定義されていたはずの神経症も、実は体に関係していたって分かってきたの。心身症って？あんまりいっぱい聞くと頭がパンクしちゃうわよ。ほら、ストレスで痩せちゃったり、頭にハゲができちゃったりって聞いたことない？あれのこと。レイン、まさか。違うよ、そんなのないよ。よかった。口は災いのもとね。Should be illegal to select the shit behind her. 京子ちゃんに嫌われちゃった？トモくんからのハガキ来てない？女子でもらったのって私だけ？そんな、多分京子ちゃん怒ってた。どうしたらいいんだろう。私慌てちゃって便箋買うの忘れちゃった。神様、どうか京子ちゃんと仲直りできますように。私だけが特別だったらなんて考えると、ほんの少し嬉しい。ともくん、ありがとう。悔しくて悲しくて学校に行きたくない。悪口を言われてるなんて。暗いなんて言われたって、私のせい？悔しい。涙が出てきた。急に明るく笑えないよ。京子ちゃんが羨ましい。こんなこと、またうじうじしてたら、みんなにもっと嫌われるんだよね。私は誰も傷つけてないのに。なんで私がこんな目に遭うんだろう。トモくんも笑っていたのかな。今日レインちって遊ぼうって言ったじゃん。そうだっけ。ねえ、レインってばさ、すっごいゲーマーなんだよね。だって情報基礎の授業とか全然聞いてないのに、いつも満点だしさ。関係ないよ。ゲンさん。ね、レインのパパってさ、かっこいい？え？今日会える？あの、ごめん。今日はダメなの。ごめんね。レイン！ゲンマンだよね。だよね。
ちゃうの？え？ Watching these out of order is trippy as fuck. At least I'm getting used to the controls, I guess. I wonder if this is all the same day. Kawaii-yo.入学式にお母さんが来てくれて嬉しかった。クラスにも小学校で同じクラスの子もいなくてほっとした。担任の先生も優しそうな先生だし、友達もできた。出席番号順に席が決められちゃったけど、クラスのほとんどはなんか違う。やっぱり付き合えない。でも一人だけ、隣の人とは気が合いそう。物静かな人だったけど、私にはそういう人が付き合いやすい。美里ちゃん、これからよろしくね。歯磨きしてたら血が出てきた。歯槽膿漏かな。昔から歯は丈夫だったのに、血の味が口に広がる。ちょっぴり苦くて嫌な味。血が止まんなくて、なかなか寝れそうもない。それと明日の入学式が不安だから。ちょっと嫌な感じ。そういえば、この間超美味しいケーキを見つけたの。私チョコレートが好き。もうめちゃめちゃ美味しいよ。今日は5年ぶりにかなこと再会した。久しぶりに会ったかなこは全然変わってない。出版社で働いてるだけあって、キャリアウーマン風で、少しだけ昔に比べると落ち着いて見えたかな。ってことにしといてやろう。逆に、かなこが言うには、
私は随分と変わったらしい。昔は少し近寄りがたいイメージがあったらしいけど、今は柔らかいイメージになったって。ほんとか？昔からそんな目で私を見てたのね。うん、許さん、カナッペめ。そうだ、学校は楽しい？普通。普通って？面白くもつまんなくもない？うん。友達は？いるよ。友達とよく遊ぶの？うん。でも、みんな塾とかお稽古で忙しいの。私はここぐらいだから。何か習ったりしたくないの？お習字とか、スイミングスクールと。いいよ、そんなに気を使わなくても。ごめんなさい。先生カウンセラー失格だね。何かお稽古をするよりも、お家にいる方がいいの。お家で何をしてるの？秘密。ああ、ずるいなあ。教えてくれないんだ。だって、恥ずかしい。恥ずかしいことしてるの？多分。気になるなあ。まあ、いっか。でもなんだろうなあ。気になるなあ。言わなきゃダメ？話してくれると嬉しいな。ぬいぐるみさんたちとお話をするの。なんだ、全然普通じゃない。先生はてっきり。てっきり？なんでもないの。先生もお気に入りのぬいぐるみあったっけ？何のぬいぐるみ？銀行でもらった竜のぬいぐるみなの。変でしょ。なんで変なの？だって女の子だったらもっと可愛い動物のぬいぐるみを集めるじゃない？それにそれは本当はぬいぐるみじゃなくて貯金箱だったの。でもすっごく大事にしてたんだ。たっちゃんって呼んで話しかけてね。私も話してる。普通？普通よ。レインちゃんは先生が普通じゃない人に見える？ううん。そう、レインちゃんも同じ。変なんかじゃないのよ。アメリカ生活で自由で開放的な生活が身についたのかな。かな子にそんなこと言われて少し照れちゃった。でも、はるみの新婚旅行の絵はがきを見て、二人してついため息が出たのには笑えた。気にしてないつもりでも、やっぱ羨ましいよね。かな子はまだまだ結婚するつもりはないって言ってたけど、はるみみたいに突然、私結婚するの！なんて言わないでね。かな子まで結婚しちゃったらどうしよう。寂しすぎる。たけしさん、どうしてるのかな？ Feeling of all your friends getting married, even if you don't want to. It's annoying. Well, okay. もう、めちゃめちゃ忙しくて嫌になっちゃう。高島教授は本当に嫌なやつ。もう、他にも研究員はいるのに。最近、私妙にイライラしてる？たけしさんに会えないから？カウンセリングに進展がないから？雑用ばかり押し付けられるから？理由は全部だわ。何もかもうまくいかないことに苛立ちを覚えてる。私がイラついてしまったらダメだわ。カウンセラー失格よね。ごめんね、レイン。カウンセリング以外の仕事も私の仕事と思わないと。やることやって認めさせなきゃ私の負けだもの。そういえば、もうすぐハロウィンの時期だな。
アメリカにいた頃はハロウィンの支度で毎日がお祭りみたいに楽しかったな。ああ、あの頃が懐かしい。今年はハロウィンもクリスマスもないかもね。こんにちは、レインちゃん。元気だった？うん。先生は？先生はもちろん元気よ。ちょっと疲れてるけど。疲れてるの？そうね。これでも結構忙しいのよ。どのくらい？そうだな。こうやってレインちゃんとゆっくりお話しするのが唯一の楽しみなくらい、かな？本当？本当よ。今日は何の話をしようか。レインちゃんは何を話したい？先生のこと、先月はあんまり聞けなかった。先生の話なんかより、レインちゃんの話が先生は聞きたいんだけど。そうね。一方的に聞くのも平等じゃないわね。私が話したら、今度はレインちゃんの番よ。うん。何から話せばいいのかわからないけど。米良桃子、27歳。東京都世田谷区生まれ、立花総合研究所精神病理研究室ドクター。こんなとこよ。これじゃ話になんないよね。先生はね、人の話を聞くのは慣れてるんだけど、自分のこと話すのはあんまり得意じゃないのよ。レインちゃんの聞きたいことってなんかある？どうやって先生になったの？うん。大学ってところでいっぱい勉強して、論文っていうものを書いて、それが認められると博士号がもらえて、それで先生になれるの。また先生が来た。中学には行けるらしい。お母さんは先生に何度もお辞儀をしていた。ごめんなさい、お母さん。中学に行ったら、もう迷惑かけないようにするからね。神谷先生がうちに来て、お母さんと話していた。お母さんは困った顔をしていた。これ以上欠席すると、卒業できないんだって。お父さんとお母さんが、
夕ご飯の後で話していた。お母さんは泣いてしまって、お父さんは困っていた。私は悪い子？私なんか消えちゃえ。How the fuck do I select that one? Okay. Toko-san no baka. Wonder what happened. Kyoko-chan がやっぱり怒っている。実験室に行くとき、一緒に行こうと思ったら、まゆちゃんたちと出て行っちゃった。ダメ、もう嫌われちゃった。あんなこと言わないでいれば、こんなことにはなんなかったのに。謝っても、なんであんたに謝られなきゃいけないの？って言ってたし。もう、私のこと嫌いになったんだ。本当に嫌われちゃった。So, I'm not sure how to make, like, how long to make any of these. An hour seems like a nice time limit. I mean, especially since, personally, sitting through these things is hard for me. I would assume it's hard for others. Maybe not everyone. Well, I guess right now we'll stop. I might record a little bit more later. I might watch the anime. It would really make me want to watch the anime, but we'll see.So, stay tuned for more. Thank you for watching.